はい。もう終盤戦ですね。終盤戦で今週もね、まあ、皆さん勢いつけて、はい、雨降ったり晴れたりしますけどね、うん、頑張っていきましょうね。うんうん、そういえば頑張っていくであれなんですけど、うん、僕そのさっき新幹線でね、うん、よく就活生の女の子が乗ってたっていう話をしたんですけど、うん、なんかね、あの朝8時、いや7時40分ぐらいの新幹線に乗ったんですよ。早いね。めっちゃ朝早いわけ。うん、言うて朝早いけど、まあお腹も減るから、おにぎりは一応2個買って乗ったんですよ。うん、で結構みんな朝ごはん新幹線なんか食べる子とかいるじゃないですか。うんうん、まあ、全然わかるんですけど、うん、で横の女の子 もちろん、うん、パッと横見たらおにぎりをバグバグ頬張ってたのね。だからそれさ食べたらええんやと、うん、もっとな力つけ、うん、エネルギーいるねと思ってたら食べてて、おにぎり食べ終わったと思ったら、うん、またプーンって匂いしだして、パッと横見たらサンドイッチ食べだした。おーサンドイッチやと思って、すげえお料理食ってると思うんやから、サンドイッチモリモリ食べてるよね。食べたらええんやと、さやな、これ緊張するから、ね、朝8時やけど、うん、食べたらええんやでって俺は横で見てて、でまたパッて食べ終わってちょっと 2,3 分したらまたゴソゴソしだしたのか、パッと横見たら、あのプチシュークリーム10個入りみたいなやつ、スーパーで売ってるやつ、朝8時ですよ。それまたボン出して、食べたらええけどそんな言ってええかみたいなペースバカ上げて、バクバクバク言って、元気な子やなっていうね。受かるやろね、そんだけ食欲あったら。いやほんまに。でその後しっかり本読んで、面接対応のね、すごいね、本読んで、なるほど、やってはったけど、うん、あの10個入りのシュークリームあるやんか、あれ、あれ安いやつってめっちゃハズレ多くてさ、ハズレ多い。私あの祖父と仲いいんですけどね、祖父、はい、おじいちゃんね、うん、昔おじいちゃん食べて、これ空気しか入ってへんって嬉しそうに言いながら食べてた、今思い出したわ。見てみ、これ空気しか入ってへんわ、そう言うて。プチすぎて、なんか空気しか入ってない。そう、ちょっとしかクリームなくて。いやね、ほんま、ハズレ多いな、ハズレ多い。そうそう。で、うち、就活生でも思い出してんけど、うん、昔、あの、東京に、夜行バスでめっちゃ通ってた時期があって、はい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 、週1ペースぐらいでちょっと行ってた時があって、ね、その時に、うん、まあ、毎週ってなると新幹線っていうわけにもいかないんで、はい、夜行バスで行ってたんですね。はいはいはい、で、まさしく、前か前の席が就活生やったんですよ、うん、で右側がもう社会出て20年目みたいなおっちゃん、ベテランや、はい、知らん人同士で座ってはって、でなんか君今から就活かみたいな、おお絡まれてんねん、そうなんですみたいな、僕めっちゃ緊張しててみたいな、意気投合してて、マジで、そうで、うちはその後ろで、うん、まあ、もうすぐ消灯やなと思っとって、うん、よう喋ってはるなと思って、うん、まあでも喋るんはええんやでと思って、うん、見とって、じゃあもうショートになって瞬間、うん、その就活生横のおじさん信用しすぎて、横のおじさんに、うん、これ倒していいですかってリクライニングな椅子を聞くわけよ、うんうん、横のおじさんにね、はい、で、うちはちなみにその彼の真後ろに座ってたんだけど、被害者ですよね、そうやね、これから被害者であろう、うんうん、で横のおじさんええよって私がその男の子バーンって下げてきて、うちのところにバーンってきて、いやちゃうやんと聞こえてこっちこっちと、もう完全におっちゃんしか見れへんかった、もうこのおっちゃんに何でも聞いたら分かるね、分かるみたいな、社会はそうよ、もしうちがここのパカッて開けたとこジュース置いてったらもうパカンなったやんけぐらいの、目の前のね、ちょっと気にしながらとかじゃなくて、もうおっちゃんのゴーサインに対してワンワンワンみたいな感じで、バーン行ったんや、バーン来たのを今思い出した。はい、あそりゃきついなでもまあそんぐらい就活生はね、その時はまあ皆さん一生懸命やってんねんなっていうのを、その時の子も今思い出したな。でもやっぱりなんちゃう、若い、うん、っていうのは、まあ、言うて、そうやね、俺らも別に多分、まあ、自分の気づかないところで粗相は多いんだろうけど、うん、若さゆえの粗相っていうのは確かに激しくあるよね。だってピュアがゆえの粗相やもんね、うん。昔あの、俺の5個ぐらい下の後輩の、高校生を連れ回して、男の子ね、うん、祭り、花火大会祭りに、僕は大阪に住んでるんだけど、うん、長野まで行ったわけよ。わざわざ。わざわざね。車で。うん。片道どんぐらいすんの？いや、7、8時間かかったんちゃう？まあ、もちろん運転できないから、俺だけ一人運転して、うん。で、まあ、花火大会も終わって、楽しかったなと。うん、じゃあ花火打ち上がる近くまで車行ってたから、うん、帰り、めっちゃ渋滞するわけよ。でしかもクソ雨降ってきて、びしょびしょになりながら、うわ、大変やな思いながら、でもこれ渋滞出へんかったら前進まへんし、とにかく俺は、車にブレーキ踏んだままずっと渋滞を構えてるわけよ、うん、じゃあその横にと座った子が、うん、なんかめっちゃ渋滞っすねとか言ってそうやなって言ってそうやな言った後ガリガリって音したと思ったら
真横で思いっきりあの椅子をリクライニングして寝だしたい。はい。で、寝だしたわと思って、うん、まあでも若いし疲れたし、まあ、まあ寝たええ、寝たええ、もう親ぐらいの気持ちで寝たええんやでと思っとった。で、30分ぐらいして、パッて、そいつ起きて、クリクリってまた音鳴って、こう直角に座って、周り見て、俺に一言、全然進んでないっすねって言うてまたガリガリってやって寝たいんやんか。いや、ええんやけど、ええんやけどな、とか思いながら、お父さんやから俺ぐらいのな。全然進んでないっすねって言うてまた寝てたわ。なるほど。まあ、じゃあ、今日はあの、ピュアがゆえの粗相っていう話で。そうそういうスタートだった。はい、締めくくらせてもらおう。お後がよろしいようで。はい。では、さよなら。さよなら。